淡々と負けましたね。準決勝クリケ。でもさ、最近淡々と負けるよね。そうっすね。パーフェクトもそうだ。淡々癖直したらいいじゃん。そうですね。これはちょっと癖になるの嫌ですね。なんじゃ、はい、淡々と負けるの。はい、もう本当。お前タンタカタンばっかり飲みよっちゃないでよ。いやいや、そんなことないです。そう、ちょっとあんな、はい、ちょっとそういう甘っちょろいお酒は飲んでます、ね。はい、いや本当。ちょっと悔しいですね。でも本当。なんつうとかやね。なんつうんかね。ベスト8ぐらいまでスルスルスルーといって、はい、パーフェクトなと思うよ。まあでベスト8とかベスト4でなんか自分もそこそこ打つけどあいつにちょっと打たれてでワンミス、絶対ワンミスが入っとるもんね、はい、最近の山田の負けパターン、うん、そうあるよね。そう、はい、もう分かるんですけど、それあるよね。なんであれ、例えば20をもう今さ、20が20クローズで帰ってきたらもうほぼきついやん。きついっす、はい、ね。さあ結局この2人の対戦になったっちゃけど、相良はまあまあ最近安定しておけ、この間山口で行われたのもシングルダブルス両方優勝してる。ナイス。山口どうなん？僕的にはとりあえず先行の01を取ればあると思います、はい、もうスト負けかレグ勝ちか。ああ、そうね、はい、スト勝ちはちょっと厳しいかなって思います、ね、誰が相良が？いや、コージがです。ああ、そうだよね、はい、ちょっと戦ってみて。うん、でもね、今日さ、お前さ60と19結構打ち合いを受けようって、はい、なんでまあ、ちょっと正直試してみました。はい、でやらない方がいいっていう。あ、やらない方がよかった、はいはい、やっぱちょっとやってみようかなって。やっぱ上に外した時、いやいや、俺いいと思ったけどね、はい、いやでもあの一発目は良かったんですけど、うん、あのそこに固執するのもどうかなって思いました、ね、いや例えばね、例えばでもクリケットのつもりで攻めたらいいじゃないと、あの内訳。そうですね、でもその入らなかった時のその気持ちの立て直しというかちょっとやっぱきついですね。やっぱ例えば20を上に外して、上に外して、はい、下に19に行くっていうパターンやったよね、はい、あれダメ。1本でも入れば僕的には波に乗れるんですけど、うん、1本も入らない時がで58で帰ってくるってこと。そうですね、60でやっぱ帰ってきた方が次って思えるんですけど、うんうん、あ、そうなんや。58で帰ってきたら、うん、何してるんだ俺みたいな、ちょっとやっぱ58で来たらね、はい、若干マイナスなちょっとメンタルが強かったんで。あ、そうなんやね。やっぱ、はい、多分パーフェクトじゃもうやらないと思います。やらん、はい、やっぱ60中心で、はい、絶対行きます、うん、そうよね、はい、ずれてでもやっぱ60を狙って。ナイス。このこれ山口良くなっとうやん、ちょっと。まあでもちょっと上がり目もないんで。開幕戦で去年準優勝やったよね。はい、これでもやっぱもう調整的な、この外し方が分からんよね。うん、あら、まあもうでもアレンジです ね、しっかり相手にプレッシャーかけて、上がり目がないんで。ただ一本でダブルアウトしたい水準に持ってきたかったよね。そうですね、うん、いやでもここはもう上がると思います、うん、はい、69決勝まで来た人間なんでやっぱ69は。もうちょっと酔っ払っとう、うん、多少そんなに乱れるほどではないですけど。あれだけどここよね、ほら、それだったらやっぱり前の山口浩二のレッグがやっぱり問題になってくるよね。そうですね、うん、これ106って2桁まで持ってきて、うん、やっぱ2桁まで持ってこんとね。
まあまあ高校なんですね。ここさ切り替えないか。3本目ってさ決めれんケースが多いっちゃんね。あなんでかんやな、不思議よね。多分いけると思ってないと思う。あそうか、もしかすると。そうかもしれない、はい、いけると思ってないから。そういうシチュエーションの練習をまだあんまりしてないんで。してないよね、はい、うん、だと思います。で星野とか決めてくるやん。そうですね、やっぱ決める人は絶対決めてくると思うんで、で例えば山口浩二とか、まあ、相良にしてもそうやけど、結城とかも多分ちょっと厳しいかもしれないですね。決めきらんよね、はい、でも工具大事ぜ。そうですね、もうほんと、うん、負けて思うんですよね、なかなか。やっぱ試合中メグもそうや、うん、やっぱり先行取られて相手から走られたら、うん、やっぱりメグもそうやし、メグも最近航空率が悪いもんね、うんうん、山田も悪いやん。そうです ねあんまりだから、はい、だってレコレコでファイブレックまで行った時に大体コーク負けてるやん。そうですね、コーク多いですね、はい、あれダメぜ。難しいですよね、その練習があんまりないんですよ、その。いやいや、勝負のかかった5レック目とか3レック目のコーク。だけどコークね、コークで。だけど 俺と今度コークの練習しよう。コーク練習、うん、できますかね、やっぱあのシチュエーションを出せますかね、うん、そうそうそう。だけど俺お前にダーツ1本だけ渡すからね。インブルに入れきらんかったら俺に1万円ちょうだい。きついっすね。より多分。いやいや、ちょっと待ってよ。いや、もうこの方多分試合どころじゃないぐらいプレッシャーがかかってきますけど。お前インブル入れきらんかったら俺に1万円ちょうだい。僕がもし入れたらどうなるんですかね。俺1万円。うわー、きついっすね。確率的にかなりちょっと成立しないような賭けな気がする。お前の練習付き合っちゃうから。ずっとアウターだったらいい分。キュービキでいい。キュービキで。いや、やばいです、なくなります。アウターでトントンっていう形にしてもらえれば。アウターで、はい、いやいやダメですね。アウターは1万円俺に払いよ。でキュービキで正の字書いてからさ。なくなって、もうじゃあブルー外してしまったら、うん、ブルー外したらもう俺キュービキ1万円。いや、ちょっときついですね。でもインフルに入れたら1万円。いや、ちょっとそれはちょっとプレッシャーかかりすぎて練習ならないと思うんですよね。だからそれでいいやん。それでいいやん。それで。いや、でもいやな、まあ、バレル売れて稼ぎよっちゃう。いや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 、もうちょっとやっぱりまだまだ足りないっす。もうちょっとやっぱりしっかり自分のわたわた、はい、わた地位を、うん、じゃあ週に1回その練習しようか。とりあえず、はい、もうちょっとコークの練習は絶対必要ですね。コークはやっぱお前ずっと負けとるじゃない。はい、うん、負ける試合だもん。この間も大崎に負けたの。はい、負けました、コーク でその前も大城に負けたの。はい、その前も田辺さんにも。田辺に負けたの、はい、全部コーク負けて、はい、高校ですね。で、今日もコーク負けた。今日もコーク負けてますね。コーク大事ですね。コークもコークよ、もうコーク、はい、いや、でも一回山作れても自分やっぱコークで負けと上に山作ったとしても負けて山ワンミスがある。そうですね、うん、ああそうですね、うん、そこを引いてくるよね。お、相良でも良くない今年。おー、いいですね。ね、うん、やっぱこのクローズが大事ですよね。ね、ここやん、一発クローズ。はい、絶対大事です。うん、これこのまま下から走る可能性あるよ。でも山口もなんか良くなっとうな。うん、ここですね。ほら、やっぱここ欲しいですね。ここやん。シングルでも良かったんですけど、ツーマークになるね。はい、で次1本で締めれるけどね。
いやでもやっぱこれ持ってくるもんね。ここですね、クローズですね。あーチャンス全然あります。でも山口も試合作れるようになってきたよね。そうですね、うん、以前やったらもうこの前の段階で引き離されとる。これ2マークとかで終わってた、うん、そうそうそう、まあ、2マークじゃなくてもその思い切ってクローズまで持ってこれんとか、はい、何5本で来ないとか、うん、試合はだいぶ作れるようになっとる。ナイス、ここで一発はでかい、うん、僕でもこれかなりチャンスだと思います、うん、はい、やっぱ15あるし、あるよね、はい、このパターンあるよね、はい、一発がね、1本入れればいいんで、うん、トリプル。さすが、だからここで作れるってことね、うん、はい、シングルでいいっす、うん、で山口がここで試合作れるようになってきてる。そうですね、ほらあいいいいビッグランド、はい、かなりですね。でもここやっぱ気を抜いたら、ここ ま, だ気抜いたらね、はい、まだブルがあるんですね、うん、ああもう一本来た。うわここナイス、うわブレイクか、これきついですね。これでかいな。うん、次先行ですもんね、クリケ。今年の差から違うよ。まあいいはずだったですね、インブルインブルは。すごい。今年チャンピオン狙いますとか言うてもね。え、あの、プレミアムサーキット。違う違う。パーフェクト。パーフェクト。ああ、あれあーこれ血圧がね急降下したい、上がってガーッと下がる、興奮して。ここ勝ったらでもかなり、あの次も先行の0-1なんで踏ん張りどころです。そうだね、はい、うん、同じことだね、まだあります。山口もでも上手くなってきたね、はい、ここ勝てばまだ全然5レッグ目ありますね。ダーツってでも面白いよね、あのなんつうかな、こう我慢したやつが、強くなっていく、はい、そうですね、うん、だから今日だってね、あの美奈子ちゃんがメグに初めて勝って、うん、なんか自信持って投げてたもんね。うん、僕も初めて負けました。ん？工事に初めて負けました。負けだった、はい。あ、でもね、負けたらいかんね。あ、そうですね。いや、まあ大したことないやんぐらいなってくるから、ね、なってきますからね。次がまた大事、ね、そう、次がもうボックボクじゃない、もう。さあ、気合いになって。もう立ち直れんぐらい痛めつけんの。はい、もう1回勝ってまた次勝つにしても互角ぐらいの内容やったらもうヤンマーさんいけるかもしれんとか思ってくるけど、そうですね、ちょっと大事ですね。ナイス、ナイス、さからやるな、はい、まだまだ分からないね、はい、もう一本、もう一本、うん、ナイス、うん、まだ分からない、うん、トリプル取りたいですね。もう一回粘らないかですね。今年トリニダードほら外人と何人か契約したけど、はい、今度どっかでこうトリニダードカップみたいなしようかね。やりたいですね。外人全員呼んで、外人多分ね3人ぐらい契約した、うん、やりたいですね。全員うまいよ。僕でも結構海外行ってるんですけど、うん、
頑張れば全然勝てると思ってますから、やっぱタイトなそのきつい試合をすれば、うん、折れる、はい、諦める、はい、イメージがあるんで、まあでもうまいよ、はい、そうですねそこをいかにやっぱ相手に印象付けるかですね。60の60がやっぱちょっと違うよ ね、 そうね、外人は外人って言ったら悪いけど、60が圧倒的に強いよ。もうここベッドでも無理よね。そうですね、あベッドでいいか、セブンで大丈夫です。セブンで大丈夫ですね。あもうこれでもちょっと厳しいですね。まだでも厳しいですけど、まあ、今年も開幕戦が無事スタートしたわけやけど、去年お前フェニックスサーキットチャンピオンか。はい、そうですね。お前来週だよね。はい、来週レボリューションですね。2連覇ですね。もう行きたいですね。知っとったトリニダードが5人おるじゃん。いやいや、やっぱりそこはもう、いやでもね、相性いっちゃう、レボリューションとトリニダードは。ほら松本大砲とって昔、そうですね、あれがあれからやもんね。はい、京平さんもいたしね。さあこれでフィニッシュ、1本ですね。ナイス。取りたかったですね。今日一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、これからも本当またできる限りふつつかな解説ですが、できる限り放送したいと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いします。